はい、オルガンライフです。皆さん、歩いてて前から大きな車が来た、それ曲がり角に差し掛かる、そういう時どこで待ちますか？多くの人、コーナーとかカーブがあるとその角で待ってるんですよね。なんかみんなこの曲がり角の角の部分に集まる。まあなんかこう角になってるとそこが安全じゃないか、まあそう思う。ただ大きい車、この角の部分が一番見づらいんですよね。本当に見づらいです。だから待つとき、角じゃなくてまっすぐなところで待っててください。鋭角に道が曲がってて、そしてまっすぐになる、そういう場合、大きい車が来たらできるだけまっすぐなところに行ってください。まあグループでいればみんなで固まって、まあできるだけまっすぐな方に。曲がり角と曲がり角があったら、この直線部分の一番真ん中、そこで待っててください。そうすると大きい車から見やすいです。車から見るとこの曲がり角、一番死角が多いんですよ。大きく曲がってる時見えないところが多いです。それ見えないところ、多いところにみんなが固まってる、危ないですね。引かれる可能性がありますね。せっかくこれ待ってるのに、なんで車が止まってるのかな。この角の部分からどっかに行ってほしいんですよ。だから車が来るから待ってる、その時に前の車が全然こっちに来ない、なんで来ないんだろう。そういう場合、みんなでゆっくりとまっすぐな方に移動してください。まっすぐなところで待ってれば車も動きやすいです。運転しててまっすぐ走ってれば、まあ、ミラーで状況を確認できるんですよ、または目視できる。ただ曲がってる時、本当にミラーとかに見えないところがあるんですよ。だから曲がり角で待ってるの、まあ運転を知ってれば自殺行為ですね。まあ、あと曲がり角と直線、どっちが安全かと言ったら直線ですよ。だから安全なところで待つ、安全なところですれ違う、まあそれが王道ですね。ですので歩いてて待つとき、曲がり角じゃなくてまっすぐな部分で待っててください。ではバイバイ。